オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。皆さんこんにちは。パーソナリティの野瀬雄介です。この番組はフランス語学習をメインテーマに、ネイティブに通じる実践的なフランス語表現や日本人学習者が間違いやすい文法のポイントなどを分かりやすくお伝えします。またリスナーの皆さんからのお便り紹介や講師へのインタビューなども随時お届けしていきます。本日のアラカフェットの担当は三輪先生です。それではどうぞよろしくお願いします。皆さんこんにちは。アンサンブル講師の三輪です。本日もアラカフェットの時間が始まりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。3月も後半を過ぎ、季節はいよいよ春。フランス語では Le printemps、 Le printemps ですよね。気候が暖かくなるとともに春の花が少しずつ開き始め、外の風景に明るい色が増えてきますよね。この時期は花粉症でお悩みの方も多いと思いますが、それでも春の訪れはやっぱり嬉しいものではないかと思います。さて皆さんにとって春を代表する色は何ですか？日本人の私たちは梅や桜のピンクをイメージすると思います。ではフランスではどうかというと、ピンクよりも黄色い花を見かけることが多いです。例えば、2月を過ぎると可愛らしいミモザの黄色い花が咲き始めます。3月に入ると、道路の植え込みにある黄水仙、黄色い水仙の花が開きます。そして4月になり、気温がぐんぐん上がり始めると、菜の花畑が満開となり、広大な黄色の絨毯があちこちで見られます。これはもちろん私個人の意見ですが、フランスに住んで15年経った今、鮮やかな黄色を見かけると、ああ、春が来たなぁと思います。家の近くに菜の花畑があるので、満開になるのを今から楽しみにしています。ちなみに先ほど挙げた3つの黄色い花、フランス語名をご存知でしょうか？ミモザは男性名詞で、発音は同じ。ルミモザ、ルミモザと言います。キズイセンは女性名詞で、ラジョンキーユ、ラジョンキーユと発音します。最後に菜の花。これは男性名詞で、ルコルザ、ルコルザと言います。お花が好きな人はぜひ覚えてくださいね。さて、本日のアラカフェットは2部構成でお届けします。第1部は私ミワがお届けするフランス語レッスンです。会話ですぐに使える、短く簡単で覚えやすいフランス語の表現をご紹介します。そして第2部は今年の6月に行われる仏研の春季試験についてお知らせいたします。では早速本日のフランス語レッスンを始めましょう。先ほどもお話ししましたが、季節は春ということで、今日は花の開花にまつわるフランス語をいくつかご紹介したいと思います。今の時期、特に日本では、桜はもう咲き始めたのか、いつ満開になるのか、という話がよく出ると思います。
アンサンブルのスカイプレッスンでも、最初のフリートークでは、講師とそういう話になるのではないでしょうか。では早速、質問です。桜は咲き始めましたか？というフレーズ。フランス語ではどう言うでしょうか。ゆっくり考えたい人は、一時停止してくださいね。私はこのように言います。Est-ce que les cerisiers ont commencé à fleurir? Est-ce que les cerisiers ont commencé à fleurir? Est-ce que les cerisiers ont commencé à fleurir? ここでのポイントは文末の fleurir ですね。花が咲くという意味の自動詞で、花を意味する女性名詞、fleur の後ろに er がついたものです。ではもう一度、フレーズ全体を一緒に繰り返しましょう。Est-ce que les cerisiers ont commencé à fleurir? この質問、ぜひ、会話やレッスンで使ってみてくださいね。では、次の質問です。桜は満開ですか？フランス語ではどう言いますか？先ほどと同じ出だし、Est-ce que les cerisiers を使って質問を完成させましょう。正解は、Est-ce que les cerisiers sont en pleine floraison? Est-ce que les cerisiers sont en pleine floraison? Est-ce que les cerisiers sont en pleine floraison? と言います。ポイントは、être en floraison。という表現です。花が咲いている状態を表します。フロレゾン。これは開花を意味する女性名詞ですが、この名詞の前にいっぱいのという意味の形容詞の女性形、プレンヌを置くことによって、être en pleine floraison。満開の状態を表すことができます。なんといっても、桜は満開の時が一番美しいですから、ぜひフランス語でも言えるようになっておきたいですよね。最後に、桜は満開ですか？フランス語で一緒に発音しましょう。Est-ce que les cerisiers sont en pleine floraison? 今の時期、会話で使う機会が何度もあるはずですから、ぜひ覚えて春の会話アイテムにしてくださいね。いかがでしたか？今回のように知っておくと役に立つフランス語の一言は、アンサンブルで配信しているメールマガジン、無料メールレッスンでたくさん紹介されています。ご興味がある方はぜひ、アンサンブル・アン・フランセのホームページから無料メールレッスンにご登録くださいね。それではまた。アビアントー。三輪先生、ありがとうございました。アラカフェットは、日本最大手のオンラインフランス語学校、アンサンブル・アン・フランセがお送りしています。この番組を聞いてくださっているすべての方に、フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座およそ1万円相当をプレゼントしています。詳細は番組の最後にお知らせいたしますので、ぜひ最後までお聞きください。続きまして、番組の第2部では私野瀬雄介がご紹介します。さて、
普通の春季試験の出願受付開始の4月1日まであと少しとなりましたね。普通こと実用フランス語技能検定試験は文部科学省及び在日フランス大使館文化部講演により実施されている日本人学習者を対象としたフランス語の技能検定試験です。普通のレベルは初歩的な日常フランス語の理解力を持つとされる5級から読む、書く、話す、聞くという4つの能力を高度にバランスよく身につけ、職業において即戦力となるフランス語レベルが求められる1級まで合計7つの級に分かれています。今年の春季試験では一次試験が2019年の6月16日の日曜日に開催されます。対象レベルは1級、2級、準2級、3級、4級、5級です。準1級の試験は開催されませんのでご注意ください。1級、2級、準2級の一次試験合格者は面接形式の二次試験に進みますが、開催日は2019年7月21日日曜日です。願書郵送による申し込みは2019年4月1日月曜日から5月15日水曜日消印有効。インターネットでのお申し込みは2019年4月1日月曜日から5月22日水曜日23時59分までとなっています。ぜひ早めに申し込んで早めに準備しましょうね。普通を受験される生徒様をサポートするべく、アンサンブルでは経験豊富な35名の講師が普通対策レッスンを提供しております。通常コースにて普通対策レッスンの受講は可能ですが、筆記試験に特化した普通筆記対策特別コースもございます。こちらの詳細はぜひアンサンブルのホームページをご確認ください。あなたの普通合格をアンサンブルが全力でサポートさせていただきます。さて、本日のアラカフェットはいかがでしたでしょうか。この番組は毎週金曜日をめどにお届けしています。確実にお届けするための方法として、 iTunes やポッドキャストのアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。また番組では皆様からのご感想やフランス語学習に関するご質問をお待ちしています。アンサンブルアンフランセで検索していただき、お問い合わせからお送りください。番組内でご紹介させていただきます。そしてこの放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。アンサンブルアンフランセお問い合わせ宛にお名前、アラカフェットを聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座をプレゼントします。たくさんのご応募お待ちしています。それでは皆様、また次回の配信でお会いしましょう。素敵な週末をお過ごしください。